写真拡大。広島は18日、マツダスタジアムで投手指名練習を行った。チームは19日から関東3連戦に臨む。初戦はヤクルト神宮、2戦目は DeNA 横浜、3戦目はヤクルト神宮で、先発ローテは野村、床田、新外国人ローレンスの順番になる。オープン戦最後の登板となる野村は、2ストライクと追い込んでからの投球をテーマにした。前回4回5安打4失点だった13日の日本ハム戦マツダで出た課題だという。追い込んでからボールが増えて球数も多くなった。ストライクゾーンで勝負できるようにと力を込めた。